天体望遠鏡の部屋。お手軽簡易レデューサー製作編。2020年10月、反射望遠鏡で写真撮影を始めて、四隅の星像の変形が気になり始めました。これは EOS40D で直焦点撮影したものをカメラ本体で JPEG 保存したものです。拡大してみると四隅に引っ張られたような形になっています。これをコマ収差と呼ぶようですが、通常この収差を抑え込むためにコマコレクターやレデューサというものが存在します。しかし値段が結構高いのでなかなか手が出せません。そんな中、とあるブログで簡易レデューサの作成なるものを見つけ、実際に試してみたくなりました。お値段も比較的安く済みそうなので非常に助かります。まず健康のクローズアップレンズ 49mm と T マウントアダプタを用意します。 AC はアクロマートレンズを使用したタイプのものです。最初ナンバー4の焦点距離 250mm のものを選択しましたが、結論から言うと自分の反射望遠鏡では無限遠にピントが合いませんでした。焦点距離が短くなるのでその分ドローチューブも縮めなければならないのですが、限界まで縮めてもピントが出ませんでした。計算上 675mm の焦点距離が約 574mm となり 0.85 倍です。このままでは使えないので後に別の焦点距離のものを別途用意して試しました。最終的にナンバー2の焦点距離 500mm が自分の鏡頭には適しているようです。計算上 675mm の焦点距離が約 620mm となり 0.92 倍です。さてここからは動画で制作過程をお見せします。と言っても作業は非常に単純で、クローズアップレンズの固定リングを外し、レンズ本体を枠から取り外します。そしてレンズを T マウントアダプタにはめ込んで、外した固定リングを使ってレンズを固定します。健康の T マウントアダプタを使用すれば加工なしでポン付けできるということでした。まず T マウントアダプタを開封します。キャノンユーザーなので EOS マウント用を入手しました。内側リングが空回りしていたので3つの芋ネジを締めて固定しておきます。次にクローズアップレンズを開封します。49mm のフィルター枠なので T マウントアダプタにそのままはまるようです。それではレンズを取り出していきます。ガニムレンチを使って固定リングを回していきます。レンズを傷つけないよう注意して幅を合わせしっかりと固定します。簡単に回ると思っていましたが、かなりがっつりと固定されていて苦戦しました。
一瞬回ったかと思いましたが、実は電池が滑って固定リングを傷つけてしまいました。幸いレンズには届かなかったようでセーフでした。尖った方の爪を使って作業していましたが、マイナス形状の方を使用して溝にしっかりと食い込ませた方が良さそうです。それにしても硬いです。ここまで苦戦するとは思っていませんでした。逆ネジになっていたりとか、何か根本的に間違っているんじゃないかと再確認しています。あまりにも硬いので、作戦を変更した方が良さそうです。最初につけてしまった傷が目立ちます。思ったよりも柔らかい金属なので、簡単に傷が入ってしまいます。傍らに置いていた T マウントアダプタを使えば、垂直に立てて固定できることに気づきました。バイク整備で固く締まっているボルトを外すときに、ヒートガンで熱するとあっさりと外れるという経験をしているので、同じことが当てはまるかもしれません。ヒートガンの高温にレンズのコーティングがどれくらい耐えられるのか見当もつかないですが、少しずつ回しながら慎重にリング部分を加熱していきます。そしてドミノレンチで回してみると、予想以上にあっさりと緩めることができました。最初からこの方法でやっていれば、余計な傷をつけずに済んだはずです。残念です。まだかなり暑いので、ゆっくりと冷やしながら作業します。実際は、ここまで加熱しなくても良かった感じです。固定リングを取り外し、レンズをそっと取り出します。そして、
Tリングのカメラマウント側からレンズを入れて、外した固定リングを使ってレンズを固定します。凸レンズ側が鏡頭側になるように、向きに注意が必要です。若干隙間があるので、スペーサーを挟むと、よりセンターを合わせやすくなります。肝心の組み付け作業が録画できていなかったので、完成後の写真しかありません。固定リングの引っかき傷が残念です。あと、後日、ナンバー2に入れ替えた時の写真です。最初のテストですが、反射望遠鏡で使う前に、Tマウントのカメラレンズ、健康、ミラーレンズ、500mmF6.3DX で試してみました。Tマウントのミラーレンズなので、反射望遠鏡みたいなものです。室内のポスターという超近景ですが、とりあえず使えるのか確認してみます。まずは、レデューサなしの状態で撮影を行います。このレンズは、ピント合わせが非常にシビアなので、ライブビューを使って、ピントの山を見つけます。ノーマルの T リングから簡易レデューサに付け替えます。同じセッティングで取り比べを行います。とりあえず絵が破綻しているようなところはありません。
レデューサなしとありで、これくらい画角が変わります。焦点距離が短くなることに加え、他の周差も改善される効果があるとのこと。実際に反射望遠鏡で撮影した製造は多少ですが改善されたように思います。